空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店、いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。やっ、届け。やっ、備えだ。頼んだ。いいとこ見せなきゃ。ここは任せる。そういうわけには。この隙に先手だ。当たる。私の出番。飛んでけ。舞い上がれ。終わったな。あれはロボットアーム、かわいいよね。
嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしごを下ろすね。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。
知らないよ。よし、来ないで。狙う、頼む。お任せあれ。ぶっ飛び。よし。これで平気。下がる。先手だ。気負いすぎる。私の出番。やん。飛んでけ。ふぶいて砕けちゃう。やん。力。ここから。出ないな。やん。やってやる。あれ？マスター。出ろ。一気に叩き込む。ここで仕掛ける。アームで、あのコンテナ掴めない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。
ち。あまり前に出るな。じゃあ後ろから。落ち着いていけ。お任せあれ。来い。ほら飛んでけ。ごめん行くよ。協力してこ。任せ。当たる。このまま決めよう。やっ。ぎゅーっとね。協力してこ。俺が出る。一気に叩き込む。それ。終わりだ。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい見ろよ、泥棒がいるぞ。人の店を荒らしやがってこりゃ弁償してもらわねえとな。弁償！弁償！弁償ってなんだ！バカ！
お前は本当に何も知らねえな。伝承ってのはな、その、あれだ。のえ、伝承ってのは、その、あれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあ、どうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もう、めちゃくちゃ。はいはい。バレル、そっちは大丈夫。下がっている。当たれ。お任せあれ。やっ、こいつここから狙える。うん、来ないで。調子に乗るな。やっ、いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。今のうちだ。ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャーやめたの。いきなりだ。言いたくないならいいけど。ソルジャーの敵、仲のいい人とかいた。いや、いなかった。そっか。いいとこ見せないよ。それ協力してこ。連携しよう。
然の結果だ。またはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
占領だ。
くいったね。ああ、だな。うん。あ、お。ん？クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。そこのカップル、よしけ、お父さんたちは地球に置いていきな。果てろ、はいはい、はいはい、オッケー、はーっ、やっ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。
て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？いや。もしかして、寂しくなった？行く？クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。追いかけよう。